こんにちは、かちゃんです。つむぎです。今日はチョコボール100個早食い対決したいと思います。とうとうチョコボールですよ。わー、せーの。何好き？ちなみに、これだったら私いちご食べたい。僕ね、キャラメル好きなんだけど、あごめっちゃ疲れそう。ベレットにしよう。もう絶対ストロベリーがいい。これですね。はい、接触じゃんけん。はい、行くでしょ、行くでしょ、よし、いきます。はい、せーの。これ頼む頼む。ピーナッツじゃん。いいじゃん、ピーナッツ。やだ、キャラメルよりいいじゃん。確かにね。やだ。いきます、せーの。強すぎた、力が。緑、もう一回。赤。キャラメルじゃん。イエーイ。好きだけど。どうぞ。どうぞ。ありがとう。ね、なんで違うじゃん。あれキャラメルなんですけど。何してるんですか。結果勃発。うるさ、何？見てください。じゃじゃーん、銀のエンジェル。すごい。これは5枚ですよ。ほんとよ。銀でも5枚集めれば同じ缶がもらえるんですよ。金と同等の。出てほしいね。こんな感じですね。わかるかな。全然粒の大きさ違うんですよ。そっちタピオカぐらいあるね。もっとある、もっとある。粒の大きさ違うけど、こっちは噛む回数が多いっていう、なんかなかなかいい勝負じゃない。確かに。位置について。はい、よーい、スタート。一粒ずつ食べる。うわ、無理、顎無理なんですけど。これ何、きつい？甘い、きつい。それは大丈夫だ。多分キャラメルの方が甘いはずだけど。うん、水飲むとキャラメルまた硬くなる。甘さは平気だな。さすがすぎる。私やっぱ甘さがダメなんですよね。前のキノコの山とかもそうだけど。3分経って早いね。うわ、明日顎筋肉痛になると思う。チョコボールで顎筋肉痛。100個多すぎじゃない？やばい、マジで少ないと思ってた、正直。そっか、タケノコとキノコやってるのか。これどっち買ったっけ。ケニーさんしそこ見えてきたよ。多分ちっちゃいから個数負けてる気がするんだよね。ほら今同じ感じって、ちょっと多分こっちの個数多いよ。本当だ、つむちゃんのが押してる。でもにしてもだな、前みたいに完全になっちゃう。顎がね、外れそうなぐらい痛い。めっちゃ痛いよ。ありえないぐらい痛い。10分切りたいな。やばい、本当に進みが遅い、前より。やばい。ちょっと10分切ったらギネス乗るかな。むしろ頑張ってほしい。でも1分で10粒だよ。そう思うとどうなんだろうっていう。1分で10粒だよ、キャラメルを。グッペン。口の中に塊のキャラメルが残ってる状態で水飲んだらさ、噴石口の中入ってるかと思って。ちょっとでも差を縮めたい。ちょっとでも最後のキャラメルなくなんない。だんだん噛んでるね。食べたこんなに。顎痛いし、歯にめっちゃくっつくし、キャラメルやばすぎ。結果、12分42秒。ギネスに乗りたい。これ、めっちゃ頑張ったし。つむちゃん、残り何粒？ 24? では、つむちゃん。はい。罰ゲームとして、残した数、かける、1回の、はい。腹筋。それで許してくれる？うん。ありがとう。ダイエットにもなるしね。今つむちゃんダイエットしたいじゃん。はい、やっぱ歌を歌ってるんで腹筋必要なんで。はい、腹筋は大歓迎です。じゃあ腹筋してください。はい、ちょっと足を押さえててよ。あ、さすがにお尻濡れてますけど大丈夫でしょうか。ねえ、もうどっちに水こぼしてるんですよ。少しだけに。ねえ、もうやだ。せーの。はい、1、2、3、4、5。普段何回すんの？わからん。激しく蹴る。
残したチョコボールの一個一個の顔を思い浮かべながら、でもちょっと足が湿ってきた。頑張れ。3、2、1。足大丈夫ですか？ちょっと湿ってますっていう感じで、はい、かっちゃん早食いすごかったねって思った方は高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。つむちゃん腹筋頑張ったって思った方はぜひつむちゃんのチャンネル概要欄から遊びに行ってみてください。よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。腹筋きつかった？久しぶりになんかその回数を重ねてやったからきつかった。痩せた？痩せた。今5キロ痩せた。お疲れ様でした。ありがとうございました。